せそうだな。ありがたく使わせてもらうとしよう。任せろ、僕の番だ。船長は船を作るつもりのようですが、まだまだ時間がかかるでしょうね。レベルアップです。おや、何かあります。宝箱か。
かあるぞ。あれは？お？もしかしてさっき逃げていったやつか？獣？いや、どうやら人のようだ。こんな足場が悪いところでなかなかすばしっこいやつだぜ。皆さん、追いましょう。待て。なんです？沼の中に何かいるようだ。
美味しそうな果実だな。あれは何でしょう。さて、しまった。僕はリヒトと言います。なんとかこの島に漂着したまではよかったんですが、森で獣に散々追い回された挙句、怖いおじさんにも追いかけられて、すみません、追いかけられるとつい。よ、アドル、戻ったみたいだな。ドギ、一体何があったのです。ああ、それなんだが、みんな落ち着いて聞いてくれ。バルバロスの旦那が何者かに切りつけられて倒れちまった。お、獣か何かにやられたのか。いや、それがどうも相手は人間らしい。本当なのですか。一体誰が何のために。キルゴール先生によれば、幸い命に別状はないとのことだ。詳しいことは今から話す。ひとまず休息所まで来てくれないか。アドル君、大変なことが起きてしまいましたね。
ニーモってのはロムンで名無しを意味する言葉だ。私の足が。カーラン教。大丈夫なのか。こいつ。血だわ。両足にバルバロス船長と同じような傷を負っているようです。ことは、この辺りにまだ名無しがいるってことか。カーラン教の手当てが先です。アドル・クリスティ、とにかく助けを呼びましょう。まさか。間違いねえ。もしかしてサハのおっさんを襲ったっていう異形の獣か。ああ、任しとけ。お前さんも気をつけろよ。せいぜい気張ってこうや。ええ。
さて直すとすか。切り裂け。修理してやったぜ。気を引き締めて。
助かったのか。どうやらそのようですね。あれは、あの獣は、おそらく古代種と呼ばれる生物です。古代種、確か見張り小屋のメモに書かれてた。遥か太古の昔、人がこの地上に現れる以前の話です。圧倒的な旅力を持って地上を支配し、やがて絶滅した巨大な生物たちがいました。その生物たちの総称こそが古代種。まるで爬虫類のような容姿や獰猛さは彼らの特徴なのです。何を言い出すかと思えば、見たこともない大昔のことがなぜわかるのだ。僕も聞いたことがあります。古い地層から巨大な生物の遺骸が見つかることがあるとか。最近はロムン帝国の学術機関でも研究が始まったそうですね。ひょっとしてジョーちゃんはその古代史とやらに詳しいのか。ええ、そのいろいろとあって知識はそれなりに。
すごいことじゃないか。ジョーちゃんがいてくれれば奴らへの対策ができるかもしれん。そういうことなんだろう。どこまで力になれるのかまだ分かりませんが、相手の正体が何も分からなければ恐怖は膨らみ上がる。知っている者がいるということはそれだけで心強いものです。そんな謙遜するなってな、アドル。はい。それにしても古代種と七種の切り裂き魔、俺たちはその二つの脅威にさらされているってことだ。いい加減にしてくれ。古代種だかなんだか知らんが、七種だけでも恐ろしいというのに、もうこんな島にいるのは耐えられん。お前たち庶民どもと同じ空気を吸うのもうんざりである。やれやれ、世話が焼けるおっさんだぜ。登りにくいのでしょう。ありがとうございます。縄梯子を登るのは初めてで、これほど不安定なものだとは思いませんでした。どうした？今日はいろいろありましたし、私は無神経なサハドのように簡単に寝つけません。その他にすることも思いつかなかったものですから、これは。それって。そうです。感謝なさってください。初めて作ったものですから味の保証はいたしませんが。そうでしょうか。もう少し上手に作れると思ったのですが。そういえばヒュンメルには会いましたか？どこへ行っていたのか聞いたら、教える義務はないとか言って、一体何が目的なのやら。さすがにお見通しでしたか。その少し長くなりますが、聞いていただけますでしょうか。私は父から古代種のことをたくさん学びました。父は貴族であるとともに考古学、特に古代種の研究を専門とする学者でした。私は幼少の自分から研究室に出入りし、よく発掘調査にも同行したものです。私は父が大好きで、そして誰よりも尊敬していたのです。ところが、私が16歳を迎えた頃、父は古代種の研究や調査に傾倒するあまり、屋敷に戻らなくなりました。父が領地経営をないがしろにしたことで、やがて領民たちは暴動を起こしました。兄が当主代行となることで、
なんとか暴動は収めたのですが、一度揺らいだ領民たちの信頼を取り戻すのは容易ではありません。その後武の計略もあり、兄は失脚、母は新郎から部屋にこもるようになりました。そして今から3ヶ月ほど前、ついにロズウェル家に爵位と領地を返上するよう命が下りました。このままではロズウェル家は。私はそのような父から授かった知識を、自分自身の全てを疎ましく思うようになっていきました。そして居場所を失った私は屋敷から逃げ出したのです。先ほどは戸惑いました。私の知識が役立つことなんて状況を考えれば不謹慎ですが、その居場所を見つけた気がして。そうだな見た目によらず、あなたは厳しいことを言いますね。もちろん私もそれに甘えるつもりはありません。父を、あの人を一番理解できるのは私だと思います。だからここを脱出したら、私は父を探すつもりです。私の本当の居場所を取り戻すためにも。ありがとうございます。それとですね、私あなたに謝らないといけないことが。父は貴族でありながら自由闊達な気風の人間でした。そのどことなく冒険家であるあなたに面影を見ていたといいますか、なんとなく顔つきも似ているせいか、そのこれまで強く当たってしまって、ごめんなさい。気を使わないでください。今では私の八つ当たりだったと反省しています。さて私はそろそろ休息所に戻ります。このような状況で話を聞いていただいてありがとうございました。